さあ始まりましたジョックロックプレス、ジョックロックの福本優勝です。ゆうじろうでーす。伊達真帆のお願いします。伊達真帆です。滝野です。お願いします。ありがとうな、本当ありがとうございます。ありがとうございます。マジでさ、え、模様替えもしてもらって。模様替え、模様替え、すいません、服ちょっと着ました。いや、ありがたいですよ、これは。え、誰ですか、その喋り方。僕ですか。はい、あの、麻生太郎です。なんなんすか。ないよ別に。いや、むずいっす。なんか僕も探しちゃったっす。そこら辺が麻生太郎やったら理由があるはずやった。いや、その誰ですかっていうあれ、別にその誰もやってなかったから。いや、なんかさっきと違うなっていうか、はい、なんか、いや、挨拶をだから元気めにって前回言われたんで、はい、それやってめっちゃ怒ってる。怒ってる。普通に麻生内閣に後輩にめっちゃ怒ってるやん、こいつ。麻生内閣の引き出しの一番手前、麻生太郎。パダンから出てきた。ちょっと赤で開けるっていう。いや、マジでありました。絶対そっちの方がいいですね。元気な方が全然いいです。うじろっす。あれはもうやめるということで。わかりました。元気目で、はい、はい、はい、ありがとうございます。元気目でいきます。もっと41期やって。そういえば前回言ってたけど、はい、ちょっと、はい、いろんなところ喋ってるな、多分その話は。まあ、そうですね。だからあんま知らない人もなんかちょくちょくおるって感じですね、うん、なんか違和感は。はいはいはい、はい、芸人さんはみんなしてくれてるのかな。ドンチッチは仲良かった。仲良くはないですけど、NSC当時は。でも、はい、僕らは、カカオの、うん、タッペイと高橋と仲良かったので、うんうん、タッペイと高橋と仲がいいから、うん、ドンチッチとも仲良くなって喋ったりとか、うん、パークスとかでやった時とか、タメ口、タメ口、タメ口です。まあ、舞台ではもちろんその敬語なんですけど、うん、ややこしいんで、うん、じゃあニューエイジのニューネタライブでは敬語かになりますね。ダメだもん。で、あとかマーティの坂口もね。ああ、お前全く同じ転生組よ。転生、転生したら43期だったから。そのさ、そのあいつもさ、タメ口メンバーがおるわけやろ。いや、坂口もいます。そこは被ってたり被ってなかったりするの。いや、被ってないっすね。え、被ってないんや。坂口は、あ、この人にタメ口なんやとか被っ、うん、ありますね。気まずじゃん。うん、3人でもむちゃくちゃになるんじゃん。いや、そうっすね。はい、坂口は結構攻めてて。攻めてますね。あ、で、攻めてたというか、ちゃんと言ってて。NSC の時に。ああ、そうそうそう。最後まで行ってないです。ああ、僕の授業は行ってない。はい。で、もともと仲いいメンバーがめっちゃ多くて、みたいな。だから当時の坂口を知ってるやつが結構多いんですよ。はい。で、僕らの当時のことを知ってる人が、ほんまだから、たぶん言うと高橋しかいないんですよ。あ、マジ授業行ってなかった、はい、なかったんで、そうです。そうなんや。そうなんですよ。ネタ見せばっかり。はい。エレガンスね。エレガンス時代。はい、その前がしかもクグツ兄弟。はい。はい、その、しかも。しかも。いろいろ変えてんだ。はい。そうです。そんなんでさ、はい、裕次郎はどう思ってんの？なんかその気まずくない？なんか、いや、だから最初は本当気まずかった。カカオとかと喋ってんの見てさ、いや、だから、そっから例えばほんと喋ったことない時点で、うん、もう上と結構喋ったから、うん、うわ、ちょっと関わりづらいなと思ってたけど、まあ、やっぱもう劇場入って、はい、なんかいろいろ窃盗売りされることになって、はい、もう俺は決めました、こいつら後輩だって、はい、そう、腹をくくって、はい、こいつら後輩として見ています。42期さんはアシスタントしてもらったんで、うん、結構ちゃんと先輩です、ね。あ、そう、なるほどね。はい、前のコンビの時から滝野とゆうじさん喋ってませんでした。前のコンビ、ゆうじさんの前のコンビ。ああ、そう、一回滝野オレンジ遊び来たもんな。ああ、そうですよ。でパンクスでここ2人が仲いいみたいな。あ、そうなんですか。笹香、はい、と夏美と住んでる時に笹香、はい、が連れてきたから、滝野を。で、アップテイで、田村さんなんか前後やったんですよ。アップテイ前後やったんですよ。ちょっと待って。田村さん、アップテイ前後やったんですよ。やめろ。田村が連れてきたのか。その時の話1個ありますわ。え、だから田村さんに出てもらって、で、笹香さんが美味しいお肉焼いてくれてみたいな。はい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 、はい。夏美さんはいなかったんですよ。あ、そで、で、裕次郎さんがいて、うん、で、あ、はじめましてみたいな感じで挨拶して、で、なんか、ノリかわかんないですけど、うん、ちょっと佐々木さんが裕次郎はちょっとあのタバコの煙吸ったら死ぬねんみたいな。あ、はいはいはい、ほんまにと思って。でもみんな吸ってるし、はい、なんか、え、なんなんやろ。でも僕も吸いたいけど、まあその死んじゃう人いるし。ちょっとそこまでして吸いたくはない。吸いづらい状況になって。
で後日というか1年後ぐらいかな、なんか僕はマジ信じてて気管系の病気やったみたいな、まあ、で裕次郎そういうことタバコとか大丈夫なんですか、吸ってあれ嘘みたいな、ああ、ええー、そうめっちゃおもんない嘘つかれてた、おもんないな、めっちゃおもんないことされてて、ただ吸えないだけ でめっちゃ心配しましたもん、だって僕マジほんまにと思って、受けてなかったその時、受ける受けるって何どのタイミングで笑うんすか、どこで昨日するの、裕次郎が死ぬからみたいなんで誰かこう死ぬかみたいな、その死ぬかがなかったっす、だから誰もないほんまなみたいなよりめっちゃ怖くて、ただの変な気も良さやな、確かに、いやなんかその一気上の人に騙されただけほんまに、いやでも本当にドクターストップはかかってて、タバコ副流煙、副流煙まああんま良くはないんやけど、まあ、ちょっとほんまなんですよね、だからちょっとほんまそれもおもんないんですよちょっとほんまやからなんかその行ききれへんというか、確かに、はい、ずっとそうやな、3、4年やってるけどずっと固まってない下りですなんだよ、そんなことブラッシュアップしないでくださいそんなで、アップというの順番が前後、前後やったんですよ、何の時それ、俺が前のコペンハーゲンさん、僕らやった時あったんです、あった、はい、でなんかパークスでネタ合わせしてて、明日アップトゥーやなみたいな、うわあったかもね、でここがめっちゃ仲いい、なんか知らんうち仲良くなってると、仲いい、まあ喋れる、喋、まあ、れるなってて、そのタバコ以後にああそれで、で頼むも喋ったっけ、僕はなんか離れたところに一人でなんで喋れんのとか言ってました、ああそうやったか、はい、ちょっとちょくちょく会ってますよ、うん、そっかそっかそっか、で田上は俺の前のコンビのグッドゴッドをしてる、はい、グッドゴッドもちろん僕の前のコンビ名はグッドゴッドなんですよ、コウさんのインスタのアカウントのね、そう、はい、そこだけヒント、まだグッドゴッドいう、まあ、勇気福本グッドゴッドほんまやなんやねんと、ほんまやってすほんまか、俺のアカウント名知ってた、インスタのほんまか、こっから読み解いていったらグッドゴッドにたどり着くという、俺知ってた、知ってました僕は当時、なんでとかはな、まあなんでとかは言いにくいですけど、なんでとかはいいけど、はい、グッドゴッドジョックロックですか、ね、その響きが好きだし、うん、やっぱ絶対に言い間違えない、うん、グッドゴッドジョックロック、取りやすい、どうなんですか、その僕らはずっとコンビなんですけど、前のコンビの話とか聞くのは、あそのなんかお互いの、はい、なんか元彼元彼の話になるんですか、気まずい、どうなるんですか、おもろいですけどね、おもろいですけどね、まあでもそうか、明らかになんて言うんでしょう、前組んでたコンビよりも今組んでるコンビの方が結果出てたら、まあ結局確かにな、前の方が良かったらちょっとなんか嫌かもな、まあ、じゃあ前の俺の前のコンビ御三家のこと知らんか、え御三家、御三家聞いたことあるけど、ユニットのまあグッドボトちゃんはジョックロックを、はい、組む前に、はい、M1 とかに出てたユニット、誰なんですか、誰ですか、あれ花一門目2のおかき、おかきさん、はいはいはい、おかきと組んでた御三家、これ M1 のね、あれプロフィール写真とか検索したら、俺がめっちゃ大はしゃぎしてる写真出る、あ、激レア情報ですよ、そこでボケで、こうなんか、まあ、中指立てるみたいな、はいはいはい、をなんかこの、あー、見たことあるかも、こう立てて、はい、え、これは大丈夫なのみたいな、はい、やつをやってる時の顔、こうやってやつが、はい、M1 プロフィール御三家で検索したら出ます、だいぶレアな、グッドゴッドは出ますか、グッドゴッドも出ます、出る、あ出る、いろんなんで出ますね、クーツ兄弟出る、出ます出ます、あ出る、エレガンスは出たことないですね、エレガンスでは、あーそうなんですよ、はい、エレガンスさん出たこと、なんで変えた名前、いやだから、まあじゃあ話しましょうか、ちょっと手短に、気になる気になる、まず41期で、はい、宝塚から当時2人で通ってて、はい、で往復1200円、はい、で授業1個出るだけじゃもったいない、うん、なんかないのってなった時に、ライブ調べたら当時インディーズライブがあって、うん、それ出たらダメとか分かってない状態、うん、NSC 入って6月、はい、2ヶ月、6月からインディーズにめちゃくちゃ出始めた、すごいな、でもインディーズ出てる先輩とかに、うん、あ、吉本出たらあかんでって、あでも僕は NSC なんでまだ吉本じゃないです、はいはい、で名前を書いた方がいいんちゃう、 NSC の、はい、あそうですか、じゃあ空靴兄弟にしますって言って、でやっぱりその尖ってるし痛いから、うん、インディーズが楽しくなってきて、そう容量も分かって、あこれ出たらあかんやつに出てるぞっていうやつか、でじゃあ、 空靴兄弟っていう名前にして、一応検索があんまかからないように、空靴兄弟っていう名前の告知の
インディーズの告知をするツイッター作ってますから、はいはい、エレガンス滝野龍もありますし、九月兄弟 NSC の時はそうしてた、はい、マジで、じゃあ、NSC ではエレガンス、はい、で、6月から九月兄弟でインディーズ活動してて、で、その時からお笑い始めたから、エレガンスの方が、フォロワーが43とか42、43とかで、九月兄弟でどんどん活動していって、10月、もう12月ぐらいまでだったら148、148、すごいね、はい、すご伸びていって、でもこっちの方でエントリーするかって、そういうことか、はいはい、そういうこと、はい、九月兄弟、なんか一緒なんだ、九月兄弟ってことか、はい、あ、そうかそうか、はい、あ、なるほどね、で、でもなんか感覚とかおかしなって、しゃべくり和芸とか九月兄弟おかしなり方おかしいやん、飛んだりとかしましたよ、で、出られへんやんけって、ああ、バレるからバレるからみたいな、だから別人格が乗っ取られたってこと、みたいな感じで、ベノムみたいな感じかっこよく言ったらかっこいい、両面すくのみたいな、そうそうそう、かっこいいな、だから九月兄弟で活動して、はい、たらやっぱり、卒業、大ライブも出たんですけど、はい、社員さん他にインディーズが出てたのバレて、反省文バレてて、あの反省文を受け取ってもらえず、ルール守れへんやつはいりませんってなって、で嫌みったらしく42で入ってきたらって言われて、でそれ入ろうと思って、全部受かって、あとお金だけってなって42期さんで、もう僕のローンが通らなくて残念、そこで、はい、そうなんや、ローンまで行ったやん、はい、で、お金1年貯めて43で入った、はで43で入った時に挨拶しに行って、入学証みたいなもらうときに事務所に行って、うん、あ、すいませんお世話になりますみたいな言ったら、うん、41期の時のトップやった人から、はいはいはい、あーこいつ入り直しやで、よう見といて、半年で辞めるわ、入り直しな、まともなやつ成功したやつ見たことないから、うん、みんな覚えといてこいつらの顔、言って最初に劇場入りました、はい、それでなんとしかもオンラインベストももらいました、入り直し史上初、背負ってるよ、はい、その人が半年で辞めたみたいな、半年でどっか行けはって、あ、そうなの、そうそうそう、いなくなっちゃった、うわーすごい、下克上やん、かなり、どこで下克上してないんだ僕らが完全に悪い、確かに、かなり序盤の話やな、はいはい、なんかそのめちゃくちゃ売れてから復習するとかやったら分かんないけど早いね復習が、だから43ではもう全部ほぼ授業出て、はい、例えば炎になった、はい、もう完全に生まれ変わりましたね、ほんまに九月兄弟とかもなんかやっぱりね痛いからなんか気持ちよかったんですよね、その九月兄弟おもろいとか、はいはいはい、ネタは別にもう今の感じではあった、あ、いやボケとツッコミも逆で、ああそうなの、 NSC 入ってそれも生まれ変わって、あ、そうか、俺最初タキのツッコミのイメージだった、確かになんかシャンとしたで、ね、はい、ツッコミではあるやろ、でもあ、ツッコミやってる、お前は普通ツッコミやったんですよ、あ、普通の、はい、竹野が普通にボケて、あ、そうか、はい、はい、だからもう全部コンビニも変えて、はい、ボケとツッコミ入れ替えるっていう、もう、もうそれも当時その結構あのなんて言うでしょう、英断というか、はい、もう僕なんかもうボケモンって言われてて、ボケットモンスターボケモンかっこええボケすぎてボケットモンスターボケモンやなやっぱツッコミの方がやっぱ喋れるなってなって、うん、それはある、それ嬉しい、ボケとツッコミはどうやって決まったんですか、これは、でもまあ形が決まってたから、ね、あ、そうか、まずあの形が、だから俺がずっとまあピンで、まあ、7年やってんけど、はい、ずっとフリップやってて、でもまずずっと相方もまず探してて、最初から解散した時点で最初の相方3年組んで、でもなんかもうさすがにもう今解散しても何の実績も残せんかったから、ちょっと箔つけてっていうか、ピンでなんかええ感じになって、なんかまあいいやつと組めたらええなと思ってやってんけど、全く結果が出ずに、なんか2018かなんかのあれで3回戦行って、ああまあええやんってやってんけど、次の年で2回戦で落ちて、もう心折れて前から探さなあかんってなって、で、 なんかでもフリップでやっててんけど、うん、しゃあないなと思って、なんか、はい、もっとなんか漫才とかできますせみたいなネタにした方がええんちゃうかっていうのに、そっから気づくまで3年ぐらいかかってかかる、はい、まあしょうがないです、だからそれがやから友情と組むちょっと前ぐらいにやっぱフリップしてても意味ないなと思って、コントしようと思って、コントなんか演技力とか喋る感じとかやった方がまだええかなと思って、はい、まあ、ずっとボケやったから、でボケのスタンスのなんかこう一人コントやっててやんか、でもなんか相方もおらんし、音使ってたよね、ネタとかで、はいはい、で音使う
その一人コントをやっててんけど、その音使う一人コントで、その音響おったらええねんけど、そのなんかカンパケてか流して流しっぱなしでそれに対して喋るみたいな、はいはいはい、会話みたいなのってボケってもう無理やねんか、その言いまで突っ込んでくれへんから、あ絶対に、そのマーが絶対いるから、なんか自分が突っ込みやったら音に突っ込むことは可能やん、はい、でずっとそうボケのやつやってたんやけど、初めて自分が突っ込みのスタンスでやったネタがその司令官っていうネタで、はいはい、なんかそのその無線入ってきて、そのなんかアホな無線に突っ込むみたいな、はいはい、でそれを漫才にしたらって奈々の大事が言ってくれて、でそのスピーカーのやつアホなやつを探してたところに裕次郎がヌメッと入ってきてヌメッと入ってきてヌメッとたまたまあったっていうだけでね、ねえ僕だから裕次郎さんのピンネタ2本ぐらい見たことあって、うん、でめっちゃおもろくて、うん、なんでしょう、そのおもろい人がおったっていう感じ、その、はい、で、あの純吉さんとかに、はい、今日なんかあのめっちゃ面白い人いたんすよって言って裕次郎さんが言ったら、あ同期やでみたいな、別おもろいなみたいななって、あそうなんやってなって組んで、で僕そのジョクロックさんが僕が言ったあの人やと思ってなくて、はい、でいややっぱあそうなんややっぱりってなって、なんか感動しました、ね、嬉しいことですよね。だから珍しく僕に今日めっちゃおもろい人、いやそうなんですよ、知らないのに元優勝さんって人やねんけど、俺知らんけど、いやあの人なんでここでこんなことやってるの、めっちゃおもろかったんですよ、なんかめっちゃおもろかったみたいな話聞いて、はい、それが後に電話なんかあれそれが司令官、そうなんかそうそうそう、海賊いやなんか軍人ですよね、軍艦軍人の、そう司令官のやつの軍人でこうやって、はい、やってなんとかしろバーンって閉める、ちょっとこの飯行こうか食べたらやった、いやだからね、やっぱりおもろかったや、自分のおもろいという感覚は間違ってなかったやな、ね、そこに帰属するどんだけ自分中心のことか一気にですね、あれよあれよと、もういやほんまに、はい、組んで、ね、何やったかな、1回目のライブを出た時にめっちゃ滑ってんやん、はい、でこれやばいってなって、その2回目のライブでめっちゃウケてんやん、同じネタっすか、いや同じネタやけど、最初はこう裕次郎向かってなんとかしろって言っててんけど、うん、はい、なんか漫才っぽくないなと思って、はい、前に突っ込んでやんか、じゃあめっちゃウケて、そっからずっとウケてる、確かにそのいやほんまに受けてないの見たことないというか、ほんま、まあ美濃温泉では30分滑ったりもしたけど、営業とかは今置いといてでもかけるとかで結構袖でわーって湧いてて、誰がやってんのやろうと思って見たらジョックロックさんのことめっちゃ多いですね、うん、マジ、はい、なんであんな何回見ても飽きないんでしょうね、ジョックロックさんの結構、まあ、うん、なんでなんですかねなんかなんでなんですかね、ネタ数はそんな多いわけじゃないけど、だから嫌さと結構後にやるん受けてるから明らかになんか受け弱くなってるなってめっちゃ僕ら思いますもん、ありがたい、でも俺も10年やって気づいてる、お笑いっていうのは声のデカさと言い方と顔あ、そうなんすね、俺はもうずっと最初センスやってたけど、途中で気づいてもう声でかく出して、はい、なんか言い方おもろくして顔おもろい感じにしたら受ける、実は僕それ今そうちゃうかなと思ってて、あ気づき始めた、じゃあやっぱそうなんすね、いやほんまにそう、これマジでめっちゃこれやん、じゃあこれやん、めっちゃアホやん、体現してるからやっぱり、これほんまにそれでだってAしか言ってないのにこんなおもろいなんやな、顔とデカかったし声でかくて顔ほんまにこれ、いや嬉しいですねやっぱり、同じ道たどり着いたな、お互い遠回りしてる、こういくのだけやからもう答えこれほんまにそうやから大丈夫ですか、ニューエイジニューネタライブそんなやつらばっかりでもどっかはそれのやつを集めてるからね、やっぱ声でかいか、はい、言い方おもろいか顔おもろいのやつを集めてるから、ね、いや結構重要な要素ですね、そうやな、マジでそうやから見た目とか、そう、はい、いやめっちゃ大事やな、まあ、漫画とか読んでんちゃいますからね、そうですよね、ほんまにそれだからなんかちっちゃい小屋の方がウケる感じするよ、ポケッツとか、ね、あまあまあそうですね、近いからとか、まあでも声が大きいのがちょっと結構その何でしょう、大きすぎたらウケない時とかもありますね、あ怖くてちょうどいいとこが、はいはい、
ら俺らもうバンドぐらい音響大事やからな確かにね、ちょうどいいぐらいしか美濃温泉の営業の時その二重で入ってたから、うん、そういうためにびっくりしましたよなんか一階上の卓球場の喫煙室からでジョークロクさんの声聞こえてきたからそれええと思っていや通気口の通気口あれカメラがそうなっていくやつこの前も万博のところで外でやらせてもらったけど、はい、響き渡ってたよ。めっちゃ気持ちいい。ちょっと太陽の塔振り返ってたもんね。それは何か今の小細工やんねんな。こっちに言わせてください。お前もでかい声で太陽の塔振り返ってましたよ。これこれこれ。よっしゃー笑ってまいりますね、それはお笑い信じないですよ、これがほんまに笑いって生理現象やから笑うってそういうことですよね、面白いと思わせるだけやったらあかんけど笑わせるっていうのはこうやから、うん、そういうことだ。これちょっと内緒ですよ、皆さんこれ結構いい情報ちゃいます結構マジやから、これってこれはそうかおもろいと思わせるじゃなくて、うん、笑わせるんですよ。そう、ほんまにそう。笑わせに行く。それで面白いこと言えてれば、プラスアルファでちょっと加点ぐらいの話。なるほどな。なるほど。でもその人に合う合わんあるやん。やっぱ声の大きい、小さいで。いや、全然。いける、いける。いける。今まで出してないだけで。出してもいけんの、これって。なんか言ったら、4文字の好きなものとか。いけるこれ。とどろきいやちょっと小さいわ。ほんま声の小ささだけど、ほんまにわーって言ってたら受けてたわよ。顔もこう全面に出る感じ。好きなものとどろき。好きなもの。四文字の好きなものとどろき。何やねん。僕の引き出しで一番面白い面白い4文字じゃないから別に車3つが切るから普通の好きなことでよかったのに麻生太郎より変な人だよ好きなとどろきちょっとそれが気になりました、ね、まあでもちょっとそれは意識してちょっと意識して異常にでかい声のライブ出来上がる可能性がいいかもしれない、そんな僕たちが出演する QMH ニューメタライブは2月10日土曜6時から1時間7時までとなっています。はい、ぜひ来てください皆さん。例えば炎、僕たちの例えば炎と、はい、例えば炎とジョコも出る、はい、イメージニューメタライブお楽しみということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあすいません、早速はい、トナイについてます。例えば炎の出番順、まあ正直その、何でもいい、鳥が嫌かな、なんならトップバッターとかの方がさあ、お出ましたか、ひらがなの C です。7やろ、逆やん。入ってくるんですか、僕2人の動画つながってなくて、そっかそっかそっか、悪い、ほんまに申し訳ない。7番、はい、前後とかまだ分からんか、はい、7です、頑張ります。そうですね、結構後半の方ですね、はい、はい、盛り上げて頑張ります。